ザパタ軍は、アメリカが主衆国テキサス州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は14,018人であり、2000年の12,182人から15.1%増加した。軍庁所在地は、国勢調査指定地域のザパタであり、同軍で、人口最大の都市でもある。ザパタは1858年に設立され、 軍名は地域の牧場主であり、1840年にメキシコに対して反乱を起こしたホセアントニオでザパタ大佐にちなんで名付けられた。1920年代初期、ザパタ軍で掘られた油性も南テキサスの石油ブームの一端を担った。この油性はミズーリ州生まれでオクラホマ州の議会議員を務めたラレド市の工業資本家、 オリバー・ウィンフィールド・キラムの働きで生まれた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1058平方マイルであり、この内陸地997平方マイル、水域は61平方マイルで、水域率は5.80%である。19世紀のロス・コラリトス・ビル、ザパタ郡から、西テキサスのラボック市にある、 国立牧畜業歴史遺産センターに移されたサニグナシオ歴史地区にあるジーザストレービの牧場の建物2紙面上の写真の建物と構造が似ているサニグナシオのアメリカ国道83号線沿いにある2階建ての建物ザパタ群墓地入り口農場市場直結道路496号線から撮影以下は2000年の国勢調査による人口統計データである ザパタ軍は大半の選挙で圧倒的に民主党を支持している。2008年11月4日の大統領選挙ではバラク・オバマが1939票、対するジョン・マケインが918票という結果だった。ただし、マケインはテキサス州を制した。ザパタ軍には法人化された町がなく、従って自治体政府がない。ザパタ軍の教育は、 ザパタ軍独立教育学区が管轄している。ありがとうございます。